ミオだか、相変わらずテンション高いな。そりゃ、いぶきのキーは元気のキーっすから。さーて、今日ははじめちゃんと何して遊ぶっすかね。遊ぶって、部活やるんじゃなかったのか。当然、部活も立派な遊びの一つっす。いや、それ逆じゃないのか。本日の修行は。修行ってなんだよ。でけ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 でーん、決まった。今日はヘッドバン素振り千本ノックだす。いや、素振りじゃないヘッドバンキングはただのヘッドバットだぞ。じゃあ、いぶきから行くっす。うひょー、あ、早い。お前それ、首大丈夫なのか。はじめちゃんもやるっす。楽しいっすよ。そう言われてみると確かにちょっと楽しそうだな。うひょー、やっほていうか、すっきりしたっすか。ああ、うだうだ考えていたあれこれが全て吹っ飛んでいったような気がする。うんうん、なんかいい感じの一体感を奏でられた感じがするっすよ。そうかだって、いぶきは思っちゃったっす。え、はじめちゃんとなら一緒にやってけるんじゃないかって。一緒にって、まさかバンドのことか。あと他にもかけっことか八つ葉のクローバー探しとかっす。特にかけっこはいいですな。かけっこのリズムは正しい音楽理論を身につけるために必要な修行っす。音楽にもちゃんと文法があるっすからね。音楽理論にのっとって作られた曲はやっぱり聴いてて気持ちいいし、人の共感を喚起しやすくなるもんっす。さすがに専門的だな。でも、いぶきはそんな全然気にしないっすけどね。しないのかよ。なあ、ミオだ。お前が前にやってたバンドを辞めたのって、音楽性の違いが理由なんだっけ？音楽性の違いっつうか、人間性の違いっつうか。ま、大したもんじゃないっす。こんなのバンドマンの宿命なのです。そういうもんなのか。ねえ、はじめちゃん。バンドで音楽やるのに一番大事なものってなんだかわかるっすか？一番大事なもの？もしかしてさっき言ってた一体感とか？ピンポンピンポーン！大正解！まさにそれに尽きる通行です。バンドメンバーが一体となってステージ上で同じグルーヴを生み出す。そこに至高の音楽があるっす。技術だなんだなんて練習すりゃどうとでもなるっすよ。けどグループが合うかどうかだけはやってみなければわかんないし、やってみてダメならそれはもうどうしようもないことなのっす。ミオだ。だからいぶきは別にバンドとかに未練はないっすよ。ただ一人なのはやっぱりちょっとだけ寂しいっす。そうか、わかった。何でも付き合うよ。その本当に俺なんかでよければだけど。ブブー、いぶきは最初からはじめちゃんと遊ぶって決めてたっすよ。さあ、というわけなので引き続きヘトバ王座決定戦開催。負けた方がモノメタデュプ決勝か、勝ち負けあるのか。さあ、どんどん行ってみよう。うひょー。結局ミオダと二人で意識を失うまで頭を振り続けた。ミオダの全力に付き合うにはまだまだ体力が足りないみたいだな。